皆さんこんにちは。旅するアーティスト、たりきペインターのチケです。今日はね、いい天気です。そして暖かいです。海が綺麗。やっぱりね、こうやってこういう景色を見るとね、夜を思い出しますね。なんていうか、温泉はなかったけど、ビーチはずっとね、行き放題やったんで、あれを思い出します。やっぱ暖かい、そのビーチがあるとこはいいのかなってふと思ったりしますが、今日は特にテーマを設けず、フリースタイルで喋っていきたいと思いますので、まあ聞いてやってください。よろしくお願いします。はい、今日は特にね、テーマを設けず、ゆるりと、まあ、湧いてくる言葉をフリースタイルでね、話しながら行こうかな、みたいな。フリースタイルでラップみたいにしててもいいのかもしれないんですけど、まあそういうこともできなくもないのかなとか思いながら、そうですね、でも言葉詰まっていきそうなので、今のところは、まあ、ヨーヨーとか入れたりしながらでもね、それっぽくなるのかもしれないけど、そういうのではなく、まあそうね、フリーで話すっていうのがなかなかこう、なんですか、フリースタイルラップみたいな感じでやるっていうのが、そう、これは練習がやっぱり必要というか、こう僕はね、全然そういうのやってこなかったし、サイファーとかそのストリートでやってる人たちにはやっぱりかなわないとは思うんですけど、ただそれでも、なんていうか、まあそれとは違う形の言葉をこうどんどん紡いでいくというか、そういうことならできるのかもしれないなって。まあ現に実際今こうやって言葉がどんどん湧いて出てきていて、それをちょっとこうなんかフローというかね、別に韻を踏む、無理に韻を踏むとかじゃなく、まあそうですね、メロディーというか流れというか、そういったものを、なんか僕自身が勝手に出てくる、それも全て他力なのかもしれないですけど、そういう感じで僕が喋っていればいいのかなっていうふうに思ったりはするという感じのことだ言葉なんでしょうね。今ここにいるのは、熱海、そして心配する我が身みたいな感じで、ちょっと軽く韻を踏んだりしてみるのもありかもしれないです。まあ軽くこうやってみて、まあだから練習をしてみいけばもしかしたらできるのかもしれないですけどね。まあまあ無理せず、ちょっとリラックスした状態でやっていこうかなって思ってるんですけど、まあそうですね、本当さっきオープニングでも見てもらったように、本当にいい天気でね、いや久々にというか、たまたまね、 Facebook 越しに世論の世話になった、秀樹やかの投稿を見て、そしたらモコティさんでね、金田さんっていう僕シェアハウスで一緒だったミュージシャンの方がいて、この方も近々島を出るらしいんですけど、なんかホラー貝をね、海で吹い取ったりしててね、僕もよく僕は瞑想したりとか、その何ですかね、エアドリングとかしてる横でね、何十メートルか離れた先で、ホラーが吹いたりとかしてて、なんか別にセッションとかコラボレーションとかじゃなくて、なんか自然とね、自然発生的なお互いの存在をこうなんとなく認識しながらね、でもすごいみんなの海ですから、みんなのビーチ、広いビーチなので、その中で自由に早朝からね、日の出の時間にやっておりました。そんななんか、まあ、僕の好きなね、世論で好きなお世話になった2人がセッションしてるようなのを見て、ああいいな、やっぱり海はいいなと。だからまあ明日は休みなので、なんとか早起きして早朝のビーチ瞑想というかね、サンビーチに行けたら行きたいなとは思ってますね。まあ足の調子はまあ相変わらずというか、もう本当にこう、なんていうんですかね、痛いというか、歩けはするんですけど、おじいちゃんみたいな歩き方をしていって、でそうね、なんていうか、もう弛緩してるっていうんですかね、本当になんか釣ってるの状態みたいな感じで、まあちょっとなんか明日ちょっと用事があってというか、買い物でもあるので小田原にまた行くんですけど、余裕があればね、小田原城行きたいなとか思ったりするんですけど、まあそうですね、そこのついでというか、もし
そうです、タイミングというか、なんかちょっとまた気になったマッサージ屋さんがあるので、そこにちょっとマッサージをしてもらった方がいいのかなとは思ってますね。少しでもね、マッサージした後でもまた硬くはなるんですけど、それでもないよりは少しほぐしてったりした方がいいのかなとか、あとちょっとバナナのまだ効果をね確認できてませんが、今朝は2本食べました。バナナはなかなか朝食としては優秀ですよね、バナナはね。うん、そう、なんかバナナといえばなんかあれですよ、本当錦鯉さんの、去年の M1 優勝した猿のネタでもバナナ出てきますけどね、あれバナナがあるってやつですね。はい、あれを、まあでもあの気持ちはわかります。バナナは普通にうまいですしね。うん、昔とかシェアハウスでね、バナナをすごい振る舞ってくれた住人さんがいてね、本当神のような方がいたんですけどね、元気かな。あの頃はようバナナ食っとったな。みんなあそこのハウスのシェアハウスの住人さんがみんなバナナをすごい食べてましたけど、いい時期だったなというか、いい時だったなというか、あの時がまたね、ああいうやっぱシェアハウスっていいですよねと思いながら、なんか今日もこんな感じの絵を描いてますけど、特に、まあ、これも意味がないというか、まあ本当悲観してもしゃあないのでね、まあ、だから海の暖かいこの時期にやっぱ夏になってきてね、やっぱ山よりも海なんかなとは思いますね。やっぱ海を見ててちょっと気持ちがねすごい穏やかになるし、海があって温泉があるとこにがいいのかなとかやっぱ思ったりしますね。ちょっと今なんか5月からスタートみたいなあのリゾバってあんまり出てないというか、ちょうど今ゴールデンウィークに集中してあの募集が出とるんで、それがね、まあメインなのでなかなかまだそんなに出てこないですけど、ちょっとね、まあまああまりこう負担かからない、体動かさないような内容の仕事で、ちょっとこう温泉入って療養できてみたいな感じで、ただまあそうですね、その18日に、ね、一応検査の結果を聞くんですけど、それが出てみないことにはその時に完全に出るわけでもないですしね、まあ、そこ次第でちょっと次の動きが決まってきますが、まあ悲観してもしゃあないのでね、できることはできますし、別に全く歩けないとかってわけでもないし、まあね明日も休みですし、なんていうか、なんですかね、今こうやって喋ってる時は全然幸せを感じてたりするので、まあ辛い時ともな、結局仕事がきついんかな、仕事がめちゃくちゃハードってわけじゃないですけど、まあ嫌いなんでしょうね。体が合ってないというか、正直素直すぎるんですよね、僕だからできる仕事があんまないのかもしれないなとか思いながら、まあ不自由ですが、まあなんとかやっていこうと思います。ということで今日はこんな感じで、本当にただのフリースタイル雑談ですけど、まあ、もっとフリースタイルラップっぽい感じでできたらいいなとか思いながらやっていきますね。よろしくお願いします。地球でした。